多数の領土からなる巨大な帝国ギルサニア。領主様はその中の一つの領地を治めている。静かに吹く風は領主様の頬を撫でる。傍らには物岩のマクロが転がっていた。周囲に生きている者の気配はなく、漂うのはただ死の気配のみ。みんなで築き上げた領主様の愛する土地は、過去の繁栄の面影をわずかに残すばかりで、突如現れた穴かける幻獣が破壊の限りを尽くしていった。1ヶ月後、悲しみを乗り越え復興への一歩を踏み出そうとする頃、領主様のもとには幻獣を討伐し祖国を守りたいという多くの領主様が、その中から右腕となるものを選ぶそうです。兵士たちの瞳には強い意志が感じられる。領主様もまた愛する土地を破壊し尽くした幻獣を自らの手で葬り去ることを固く誓った。これから幻獣を討伐するための戦いが始まる。領主様は自分よりはるかに強大な存在へ立ち向かうための準備。出かける際にはリズにも一言おっしゃってください。私はこれでも領主様の秘書官なんですよ。領主様が即位された時からずっと仕えております。少しは信用してほしいです。それにしても今日はとってもいい天気ですね。あの1ヶ月前の惨劇、それはとてもひどいものでした。それでも多くの死を悼むのは全ての戦いを終えた後であると。領主様、リズは信じていますからね。私は来たる幻獣との戦いに備えて近隣の領主の部隊との模擬戦を提案しました。幻獣討伐に志願してきた戦士の皆様の中には戦いの経験が少ない方もいらっしゃいます。領主様には指揮を取っていただきます。指揮官らしく自信を持って指示をお出しください。いよいよ開始ですね。勝利に終わりました。模擬戦ではありますが、実戦形式の訓練であるものは多いはずです。模擬戦の後、
領主様は一度領地へと帰還しました。対戦相手の戦士が領主様の陣営に加わりたいと願い出ています。戦いを通してつながりを得た戦士は時に領主様の新たな力になるはずです。領主様、戦士たちを強化いたしましょう。実戦に備えて戦士たちの強化は不可欠です。領主たるもの、常に戦いに備えましょう。より強くなります。もし機会があればどんどん合成しましょう。指揮官たるもの、部隊の編成にも気を使う必要があります。戦士たちの命を守るためにも部隊編成にも十分にお気をつけください。領主様が十分な施策によって編成された部隊を満足そうに眺める中、突如と遠方に視線を投げかけると山々が赤く燃えている。あの日自身の身に起こった惨劇が脳裏を駆け巡る。気がつくと領主様は手のひらに血がにじむほど拳を握りしめていました。たどり着いた先に広がっていたのは目もくらむような惨状でした。肉が焼ける匂いが漂っています。駆けつけた近隣の軍隊でしょうか。しかしもはやそれを見分ける術はないようです。再び轟音が轟く。距離が近くなった分だけ現実感を伴って、そして轟音の主は領主様の目の前へと降り立ちました。心臓がまるで耳元にあるかのように自らの鼓動がドクドクと響いています。圧倒されているうちに空に闇が満ちた。幻獣はゆったりと、しかしどう、領主様、領主様、みんな領主様の号令を待っています。早くって、あれ、力が入らない。どうして倒れているのかしら。ああ、私、やられたのね。彼女は魔導
し、闇の目視は広がる。天獣はうめき声を上げながら空へと飛び去っていきました。我に返った漁師様は命を救ってくれた礼を告げるべく女魔導士の方へと向き直りました。彼女は幻獣が飛び去った空を注視しているようです。漁師様の言葉に気づいていないように思いましたが、振り返ると微笑みを浮かべました。彼女はナディアと名乗りました。ナディアさんは生半可の実力では幻獣に傷もつけられないと断言していました。今の私たちでは幻獣を討伐することなど到底不可能。漁師様も同じ不安と絶望を感じているのかしら。漁師様の心中を察したのか、ナディアさんが慰めの言葉を口にすると漁師様に何かを手渡しました。激励か、はたまた皮肉か、漁師様が見極めかねているうちにナディアさんは現れた時と同じように忽然と姿を消しました。ナディアさんに手渡されたものに意識を向ける。漁師様の手に握られているものは、様々な力を持つオーブを使えば強力な戦士を呼び出すこともできるという。強力な戦士の召喚をすれば幻獣討伐にまた一歩近づけますね。漁師様に心配をかけるわけにはいきません。私ももっと頑張らないと。漁師様、私はもう大丈夫です。それよりも傷ついた皆様の手当てを。それから数日、再度の幻獣襲来の混乱から人々がようやく落ち着きを取り戻しつつある。漁師様、なんとか歩けるようになりました。これでまた漁師様のお役に立てますね。ギルサニア帝国の皇帝院が押されている手紙、それは皇帝からの絶対遵守の命令。帝国領内安堵のため北方に飛び去った幻獣を討伐せよ。幻獣の脅威はこの領内や近隣だけではなく、帝国の各地で幻獣を討伐すべく幾多の者が決起しているのでしょうか。目の当たりにした幻獣の姿、横たわる無数の枕、領主様がまた危険な思いをする必要はないはず。いけない、私が弱気になっていたら。領主様の、領主様、領主様なら大丈夫です。領地のみんなのためにも幻獣討伐に行きましょう。領主様は幻獣が飛び去った北の空を仰ぎました。国を、領地を、そして民を守るため、後の初代皇帝となる傭兵ギルザ。突如出現した幻獣は若き、やがて力をつけたギルザは人を超え、幻獣はついにその力を認め、ギルザに力を貸す契約を結び、彼が大陸を統一する大いなる助けとなった。